意気込みは？意気込み？うん。まあ入賞するっすけど。入賞？噛んだ。今回初めてですか？はい。痛そう。指。こんにちは。元気？大丈夫？というわけで、はい、今年もよろしくお願いします。キカです。そして、今日ですね、いつものおじさんじゃなくてちょっと美人さんに変わってるんですけど、ダリアさんです。よろしくお願いします。こんにちは。すごい緊張する。時計アモリのグーグっていう名前です。なんか結構気が荒い種類なんですけど、ハンドリングを1年前から取得して、割れるようになりました。これ知ってる人は知ってると思うんですけど、なかなか触れる種類じゃなくて、めっちゃ噛みます。けど、この子は唯一触れます。めちゃめちゃおとなしいですよね。そう、最初軍手から慣れさせて、素肌に慣れさせて、やっと触れるようになりました。半年ぐらいかかったから。めったに触れないと思うんで、みんな触ってください。ということで、じゃあお触りタイムをよろしくお願いします。お写真も OK です。皆さん前に来てください。これ近くに来ないと損するイベントですからね。どんどん近くに来ないと損するイベントです。そういうルールですからね。わかります？はい。で、ちっちゃいお子さんでいらっしゃったら、こう前の方譲ってあげてください。よろしくお願いします。今日は与那国集団ということで、マイク低いですか？はい、綺麗。時間がちょっと来ないですか？すごい、なんかみんなド変態な感じがする。大丈夫ですか？エントリーナンバー3番イラさん。こんにちは、オリーブ錦蛇です。はい、はい、ロメオさん、こんにちは。ハンサムですね。ありがとうございます。ラブラブですか？そうですね、はい、去年の10月の9日に水域センターに遊びですね、階段のあたりまで降りていただいて、光にかざしていただくということで、キラキラのお写真をぜひ皆さんちょっと撮ってあげてください。はい、室内にいるときこの色にか出ないので、はい、順調に毎年育っております。はい、これはもうあれですね、見ていただくのが早いかと思いますが、美人さんです。こんにちは。お願いします。こんにちは、ノーマルさんですね。そうですね、はい、島空さんも今5年目になりました。ベビーの4センチぐらいの時からやってて、で、お腹に
確かにヘビっぽくない。触っていただくと。ね、やりたい。やばくて。すごいよ。ほとんどの人が知らないわ。おーすごい。これで校内の検索できる。あれ全然赤くじゃない。ヤシのやり方じゃない。口が開くようにまず持って、でこの辺をちょっとつまんでもらって、してここの辺をくすぐると口が開く。そして口の中に寄生虫がいるかどうかは検査できる。なるほど。いらっしゃいませ。でお願いします。こんにちは。こんにちは。いえ。ストリーナンバー9番の鶴本です。東京から来ました。はい。今日は、青大将です。マイクパフォーマンスがすごい。お家には3匹ヘビがいるんですけども、プロレスラーが出ちゃってじゃん。緊張感が欲しいので、基本ハンドリングはしないように、お家の中小箱を作ってそこで飼っているんで、基本神経質なんですけど、今日はなんか穏やかです。今日はお触りタイムできそうなので。できちゃいますか。ぜひできちゃいますか。お触りタイム触ってください。寒いんでダイヤモンドさん、ちょっとサクッと巻いた方がいいですかね。はい、じゃあ。すごい立派。柄がちょっといいかなと思いました。俺の仮面をちょっとこう、エイト君の仮面をちょっとみんな、そうですか、みんな立ってます。ボールパイソンが綺麗にきっちり丸々もんですかね、はい、本当、名前の通りになってますね。意気込みは、暴れてきます。暴れてきます、うん、静かに暴れて、暴れたら減点ですママはない。おさわりタイムで観客冷ますっていう、おさわりタイムで観客冷ましたら多分退場ですね。減点じゃなくて一応聞いてみたら、ね、かまわれかましたら、エントリーナンバー15番後藤純一郎さん。はい。スッポンですから、これ噛むやつですよ。それをやっぱ素手で持つとこは見たいじゃないですか、やっぱり。おお、あ、ちょっと。アメリカの、フロリダ州や、まあ、ジョージア州に分布してますフロリダスッポンというスッポンであります。国産じゃないんですけど、それのラベンダーアルビノ、本来はもっと黒っぽい色してるんですけど、ちょっと白、ラベンダー色です。素晴らしい、いきなり真面目に。で、どうしましょう。まあ、間近で見たい人、あ、え、嘘、人気ないのこれ。ちょっと大丈夫、おさわりできますよ。おさわりもできます。はい、じゃあ、顔はやめてね、顔は。やっちゃったんですね、顔。またなんかいう気力ものだよ。下に置いた方がいいですか。そうです、出産おめでとうございます。かわいい、おもちゃみたいな。わー、これほら、これから生まれてきた卵、かわいい。何日？10月。
ちなみにどっちなの？これオスっす。どこがどうなの？他にも何か買われてます。可愛いんだよ。ここっすよね。ここが並んでるのと、ここが丸くなってて一個大きいのがあって、その周りになんか花みたいになってるやつがあるんですよ。花の方がメスなんですよ。並んでるのがオスなんですよね。3つぐらい。そうそうそう。これが並んでるとオスなんですよ。そうですね。この子の自慢のポイントを一つ。最近やっといろいろ調べて性別の見分けがつく。お。どこですか？ポイントは。ところ。はい。はい。縦に。いや、高いマットバゲ。先ほどの子と同じ種類ですが、さっきの方も言ってました。次出てくる子の方が荒いと。あ、大丈夫ですか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 。ご苦労様です。お願いします。はい、ちょっと入る。はい、メスの手で、はい、これが見えた。あ、そうです。ただバックしていただいて。ダメかな、ダメかな。どうかな。エントリーナンバー21番、埼玉県から来ました、ヒカルさんです。はい、ヒカルさんです。こんにちは、私も来ました。もうちょっと前かな。はい、壁なんで噛まないんで、皆さん前の方へ。全然ワンコンストリクター。こんにちは、ゴアコンさん。本日2人目のゴアコンさん。はい、さっきはおちびさんでしたけど、今回は大きい。はい、まだ大人じゃないですね。そうですね。はい、お若い4歳。アピールポイント。はい。ヘビって、はい、グレーって結構ね、良くないですか。うんうんうん、シックな感じで、うんうん、しかもよく見るとピンクが入ってるんですよ。うんうんうん、で、一説によるとスネークセンターの職員さんがドラゴンの機械だっていう。点数低いよって言われたんですけど。はい。でも自分はゴアコン好きなんで。でも私もゴアコン好きですよ。本当ですか？よかったです。じゃあ都市伝説ですね。悪い噂があったんで。はい。ゴアコンはやっぱり一番好きなんで。そうですね。去年も引き続き2匹目も来ました。はい、はい、ちょっとこの、そうだな、サドル具合とかをちょっと見えるように前の方へ。はい、そうですね、腰が当たっている。暴れん坊さんですか？暴れん坊というよりも触られるのが本当に嫌いなんで。なんかお鼻が擦れてるのかなと思って。大丈夫かな？大丈夫かな？ずっとあそこのなんか壁に
よく噛んでる。そのせいかな。私の足元にいたんですけども、それで一気に連れてきたんですね。はい、で毎年に玉を産んでくれてるんですよ。毛の下にしかいないので、であのネズミを食べないんです。何を食べる？爬虫類食を食べました。転ばなくてよかったですね。フリーイグアナ、私も飼ってます。はい、お見合い、お見合いの大事です。うち11歳の男の子がいます。6歳ぐらい、うん、全然ちっちゃいから、もっと大きくなったらね。これ会社の、はい、会社の人の知り合いが、尻尾は顎が付いてたし、爪が緩いのかもなって、1人に行ったときに、おしつも出てるからね。そこはすごい T シャツですね。これこれ一番綺麗、すごく T シャツなので、こうちょっとお顔をこれをみんなに見せたい。で足の縛りの中で一番大きくなって1メートル20センチぐらいになるんですけど、もう顔とかあと太さとかに惹かれまして、でずっと欲しい欲しいって言って綺麗。畳んでしまう。そう、ありがとうございます。とても素晴らしい飛びっぷりをありがとうございます。7番の筒田さんのところのグリーンイグアナさんに、よってさらなる飼育技術の向上に努力されることを期待してここに称します。平成28年4月29日イグアナの株より。あなたはジャパンスネークセンター第16代ペット。これ三日月村のペアの招待券と、あとうちの入浴剤と群馬ちゃんの寄付をやがって成績を収められました。三日月村です。久しぶりです。